FV430 はイギリス陸軍で1960年代より運用されている走行戦闘車両シリーズの形式である。FV430 は共通の車台を使用し、イギリス陸軍で多数が運用されている走行戦闘車両シリーズで最も生産数の多い車種は FV430 に走行兵員輸送車である。長期にわたり運用されているため、 いくつかの車種は、後から登場した CVR やオーリア、走行戦闘車により代替され、また運用の続けられている車両の多くは、エンジンや走行装置にアップグレードが行われている。2007年頃から、最新回収型の FV430 マーク3ブルドッグが開発され、イラクやアフガニスタンへの派遣部隊で運用されている。FV430 シリーズの車台は前方に、 エンジン、後方に、兵員区画を備えた、早期式で、同時代のアメリカ製、m 百十三装甲兵員輸送車や、陸上自衛隊の六十式装甲車と似た構造で、あるが、車体は、アルミ合金製ではなく、後半を溶接した、鋼鉄製である。兵員区画の後部及び上部に昇降用の、大型ハッチを備えている。イギリス陸軍の戦術ドクトリンでは、降車戦闘を、 基本としているため、車内から銃撃を行えるような銃眼などは備えられていない。浮気光スクリーンを使用し水上を時速6トルで移動することが可能である。2006年12月に開発された改良型の走行兵員輸送車タイプで f v 4 3 2ク2の後継に相当する。イラクやアフガニスタンにおける低強度紛争に対応するための新しい車種で、 こういった紛争で多用される RPG-7 のような成形作薬団に対抗するため、イスラエルのラファエル社で開発された爆発反応装甲パッケージを装着し、ウォーリア装甲戦闘車と同レベルの防御力を獲得している。車体上には棒立て付けの重座エル7 g p m g を装備し、車内からの射撃が可能となっている。 遠隔操作重当である、遠方サー RWS の搭載も可能である。また機動性向上のため走行装置及びエンジンにも回収が行われ、最高速度は時速約 72km に向上し、また空調装置も装備されている。米システムズランドアーマメンツによる回収作業により、約900両の FV430 マーク3ブルドックが回収され、 イラクやアフガニスタンに配備され、新型のマスティフ PPV と共に運用されている。ありがとうございます。